港内スマ海浜公園駅は兵庫県神戸市スマ区商風町5丁目にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRA67、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。当駅は西岸駅ではなく JR 西日本が建設費を全額負担して建設された駅である。駅設置計画当初は2007年3月18日に 桜宿川駅との同時開業を予定していたが、建設工事が遅れたことなどから、開業は2008年3月15日に延期となった。普通電車のみの停車でホームは、電車線のみに設置されている、島式一面二線の8両編成対応ホームである。列車線にはホームが設置されておらず、分岐器や絶対信号機も持たないため、停留所に分類される。渡り線が、 スマよりにあるが、これは、神戸貨物ターミナル駅の設備である。また、JR 西日本交通サービスによる、業務委託駅であり、緑の券売機プラスが設置されている。また、開業当初から、喫煙コーナーは設けておらず、終日全面禁煙である。2008年3月15日の開業時から2014年7月15日までは、 カモメの水平さんをアレンジしたものが接近メロディとして導入されていたが、7月16日から JR 神戸線標準メロディのサザナミの音質見直し版に変更された。なお、2015年3月12日からは当駅で使われている音質見直し版を JR 神戸線内の各駅並びに、山陽本線姫路駅愛ゆ駅間隔駅及び、上郡駅、 赤穂線番州赤穂駅に拡大した。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。兵庫県統計書によると2019年度の1日平均乗車人員は6588人である。開業以降の1日平均乗車人員は下表の通りである。当駅開業に合わせ周辺地域にマンションが 相次いで建設されている。駅前には、フィットネスクラブコンビニなどが入店する、商業ビルや、医療施設、高齢者向け賃貸住宅が建設された。当駅東側にある旧国鉄館社跡地に、東半分は、マックスバリュースマ海浜公園駅前店が開業、西半分には、JR 西日本が分譲マンションを竣工させた。当駅と名称の類似した。 山陽電気鉄道本線のスマウラ公園駅が、当駅から西へ3キロメートルほど離れた位置にある。なお、月見山駅及びスマデラ駅は当駅から北方向の至近にある。すべて、神戸市交通局の路線。小風町スマ区民、センターゲームソフト、電車で、5、3通勤編では、当駅が開業する前に発売されたため、収録されていない。 ありがとうございます。